皆さん、こんにちは。楽天競馬ポイントもらっちゃお娘ポームスの森永真彩と同じく楽天競馬ポイントもらっちゃお娘ポームスの津田まりなとどうも楽天競馬をご活用の皆様、こんにちは。フリアッチです。よろしくお願いします。ますミスターピンクおるやん。<laughs> 本当ですね。<laughs> 楽天競馬のミスターピンクですね。<laughs> 元祖ですから。 <laughs> 元祖ではない <laughs>。元祖ではない <laughs>。は, <laughs> <laughs> はい、今回は第45回名古屋大商店の予想討論会をお届けいたします。古谷さん、名古屋競馬場といえば4月に八戸ミニ競馬場が移りますけれども、今の名古屋競馬場では最後の名古屋大商店となりますが、お気持ちいかがでしょうか。これ八競馬場ってのはなんかその北海道の門別競馬場みたいな感じなんですよ。元々トレ線で。 そこににスタンドを作って競馬場ななるみたいな感じなので、はい、そういう面ではちょっとね立地の面では大変かなとは思いますけど、うん、ただ直線が短い名古屋競馬場から西日本一番長い直線距離になる弥富っていう部分でね 競馬のスタイルが大幅に変わるでしょうから、はい、うんそういう点ではやっぱり楽しみですよねそうですね新しい競馬場も楽しみですけれどもマリナルさんは今の名古屋競馬場にも結構思い出があるんですよねそうですねもう名古屋は仕事でもあとプライベートでもめちゃくちゃいっぱい行かせてもらった競馬場で思い出もめっちゃいっぱいあるんですけど、はい、中でも三十歳の誕生日の時にはい。 あの東海ダービーの時って私大体誕生日前後か当日になることが多くて30歳の誕生日当日に「30代も輝けマリなる生誕祭記念」というレースをやってもらってすっごいうしかったんですけど表彰式プレゼンターの時にその「30代も輝け」を連呼されてあのだんだんお客さんが笑い出すっていうのが一番思い出に残ってますね。 確かになんかこうマリナルさんのその場にいたわけではないんですけれどもその話聞くたびに何かその場所で見たかったなって思いますもん。30代も輝けって書いたゼッケン持って写真撮りました。<laughs> いい30代をねおかげさまで送れております。 はい名古屋大賞典は10%ポイント還元対象となっておりますぜひ皆様楽天競馬でお得にお楽しみくださいそしてこちらの番組のチャンネル登録いいねボタンもお願いいたします励みになりますのでよろしくお願いいたしますでは鳥谷さん改めて名古屋大賞典のレースについて教えてください ダートグレードが整備されつつある段階、95年度になりますかね。その時から JRA の馬、そして多地区の馬が出走できる地方交流という形になりました。ま、全国交流と言いますかね。だから、95年度ということなので、96年3月から。で、もうこの3月でずっと固定されて、ここまでに至るということなんですけども、ま、過去にはスマートファルコン、S4RC、日本ピロアワーズ、 たるまえ、KT ブレイブ、G1 ホースが名を連ね、特に、まあ、今でいうチャンピオンズカップの覇者が頑張っていると言いますかね、ジャパンカップだとチャンピオンズカップの覇者の頑張りというのが目立つレースですから、はい、非常にこうリンクしている部分というのは感じていいんじゃないかなと思いますけどもね。さあ、続いて名古屋競馬場の1900メートルで行われますが、こちらのコースについても教えていただけますか。 えっと、名古屋競馬場のコースを、ま、だいたい1周と4分の3するようなイメージですかね。で、直線は、えー、っと、4コーナー回って、ゴールまでの距離というのは、日本の競馬場で一番直線が短いとなっております。200メートルないんですけれども。ただ、コース全体で考えると、非常に奥行きがあって、コーナー部分が長いっていう競馬場で、まあ、小回り小回りとはよく言われるんですけど、 結構緩やかに回ることができる競馬場なんですよね。だからコーナーはなるべくロスのないうちで辛抱しないとずっと外を回らされるっていうのは結構なロスになるので、やっぱり先行馬逃げ先行馬が有利と言われるのはそのあたりに起因してると思います。だけど、ダートグレードに関して言えば別に客室関係なく、差し馬でも早めにまくってって4コーナー先頭っていうので、そのスピードに乗ったままで直線迎えるので、その勢いのまま、うん、 突き抜けるというケースもあるし、まあ、要は4コーナーでいいにはいたいという,そういう考え方をすればいいんじゃないかなと思います。枠順の有利、不利とかは特にないですか本来の名古屋であれば、内枠の方がいいという考え方できるんですけど、ダートグレードだと、もうしかも中距離のレースなので、縦長になりますから、もうロそのない競馬は早い段階でできるでしょうから、あんまり考えなくていいと思います。わかりました。 では、今年の出走馬を見てみましょう、こちらです、はい。連覇を狙うクリンチャーなど、豪華な面々が揃いましたが、古さんいかかがでしょうかクリンチャーが昨年58キロで勝って、また今年も58キロっていうのは、まあ、普通に考えれば有利ですよね。はい、普通、なんか重賞勝って次の年だったら1キロプラスみたいなねイメージもあるかもしれませんけども。方や地方競馬で期待をされる人技 これが昨年、7馬身差をクリンチャーからつけられてるんですが、この人技も去年と同じ54キロっていうことで、うん、だからその差を詰められるかどうか、それが人技の成長を見る上でね、非常に大事なところかなとも思いますし、まあ当然逆転も期待したいところですけども、その他はやはり佐賀のね、えー、佐賀記念組ということになりますが、その辺の力関係の比較でしょうね。はい、ありがとうございます。 嬉しいがたまる楽天競馬では印の発表に行きましょう古谷さんお願いします本命はクリンチャー太鼓アメリカンフェイス黒三角が K.I. パープルで白三角はジンギとアナザートゥルースにしましたはいでは本命クリンチャーということでクリンチャーからお話をお願いします、はいまあ、東京大笑店でも僕は本命に打った馬ですので、まあ、その点でもやはりこの名古屋大笑店のメンバーで考えれば勝ってほしいという思いはありますし まあ先ほども言いましたが、昨年と同じ58キロで出走できるということですよね。これがもう何よりも一番強調できる材料になると思います、うんはい、そして、対抗がアメリカンフェイス。うんまあ、やはり、仁義の充実ぶりというのを考えたときに、昨年の,そのクリンチャーと仁義の間の7馬審差というのを、 詰めることはできるでしょうけど、その間に入ってくる馬っていうのが何かいないかっていう観点で今回予想したんですよね。はい。で、そうなったときに、やはり佐賀記念のインパクト、特にアメリカンフェイス2着には破れたんですけども、うんえー、K.I. パープルと今回は、えー、同じ金量だったところから1キロ軽くなると。K.I.、はい、パープルとの差が,下がって意味ですけどね。はい。で、そこに、 地元のやはりトップジョッキーである岡部騎手を敗してきたということ。そのあたりで、あの、K.I. パープルを上回るだけの走りというのを見せられないかなという感じをするんですよね。さあ、そして黒三角は K.I. パープル。まあやはり佐賀記念であの圧勝、しかもロングスパートから突き放すあの強さですよね。 今回の名古屋のコース形態を考えても、同じような戦法を取るというふうに考えられるんですけども、その時にクリンチャーという今度は強い先行タイプがいて、それを早めにまくりに行ってかわしきれなかった時に、やっぱりこう足が上がってアメリカンフェイスの追撃があるんじゃないかという考え方と、やはり今回、佐賀記念の時はアメリカンフェイスとの金量が同じだったというのが、今度、重くなるということですよね、うん。 自身は軽くなるんだけどもそうですねそのあたりで今回は黒三角とでももう対抗黒三角は同等の評価という風にしてますはいわかりましたでは続いてマリナルさんの印をお願いしますはい本命3番アメリカンフェイス対抗10番 KI パープル黒三角が7番クリンチャーで以下6番アナザートルース4番ジンギとしました本命はアメリカンフェイスです この名古屋大商店といえば近2年連続で佐賀記念組が勝ってるんですけれども過去10年で見ても同じ年の佐賀記念で馬券に絡んだ馬っていうのがこの名古屋大商店で構想することが多くて。 えー、同年の佐賀記念で3着内だった馬が名古屋大商店に出てきた時の成績は2、1、1、0と全部馬券に絡んでおります結構関連が深いレースなので今回も佐賀記念の上位馬に注目しました、えー、他にはですね年齢別で見た時に4歳馬が4勝5歳馬2勝6歳馬2勝で7歳8歳がそれぞれ1勝ずつで9歳以上は0勝と基本的に若い馬から狙うっていうのがポイントになるレースかなと思っております でということで佐賀記念の連帯馬2頭アメリカンフェイスと K.I. パープルに注目したんですけれどもその中で本命をアメリカンフェイスにしました、まあ、佐賀記念56キロだったのが今回2キロ軽い54キロになって何よりもこの岡部騎手がアメリカンフェイスに乗ってくるっていうのが結構ポイントになると思うんですよねこのコース 2コーナー付近からスタートしてババを1周半するのでコーナー6回通過するっていう舞台になるのでそういう意味でもやっぱりこのコースを知り尽くしている岡部騎手とのコンビっていうのは心強いなと思いましたで本命になったのがアメリカンフェイスで対抗が k i p ープルということになりましたでもちろん昨年の覇者クリンチャーにも注目したんですけれども人気を背負うことを考えて まあ結構人気上位人気同士で決着しやすいレースっていう傾向はあるんですけれども人気になるんだったらあえて3番手までというふうに、まあ、年齢別のデータもあるのであえてしてみました。で仁義もねちょっと注目の一頭ということで白三角を打ちままししたはははいいマリナルさんんありがとうございますす私の印はこんな感じです本命はクリンチャーにしました。 昨年はトップハンデの58キロを背負いながらも直線向いてバンコーブクラウズをかわすと一気に突き抜けてコンマ7秒差の一着鮮やかな勝ちっぷりでした。 その後勝ち星はないものの前走東京大商店ではオメガパフュームに半馬身差の2着そして今回同じ勝った舞台で走れるっていうのもそうなんですけれども昨年と同じ7番枠なのもいいなというふうに思いました、うん、え右回りのダートは3522ということで3勝2着5回3着2回4着以下2回と安定した成績残していますので、まあ、人気はするとは思うんですけれども、まあ、クリンチャー軸 かなと思いましたで対抗は KI パープルですえ前走は直線向く前には先頭に立って5馬身離しての勝利、まあ、今回はこの馬にとっては前走よりも軽い55キロで走ることができますし、まあ、アメリカンフェイスの追い上げは本当に素晴らしかったんですけれども私は k i パープルの方を対抗にさせていただきましたそして黒三角は目下3連勝中の仁義です 逃げた場合は3回勝ってるんですよね参戦して3回勝っているので、まあ、ちょっと他にも逃げたい馬はいるんですけれども、ちょっともしかしたら仁義がソンみたいに逃げてくれるんじゃないかなと思って、そしたら面白いなと思い、黒三角にしました。古谷さん、どうですかねどうでしょう。<laughs> まあでも、トミケンシャイリーが逃げるんですかね、やっぱり。どうですかね、相手が違いますからね。 仁義も地元のメンバーだから、行ってるだけで、別に逃げるっていう選択肢はないと思うんですよね。あ、そうですか。うん。前回もペースは遅かったですしね。うん。だから、やっぱクリンチャー。っていう考え方になるんじゃないですか。あの佐賀記念で去年逃げたようにね。うん,うん。なるほど。ファイナルさん、仁義も白三角打ってますけれども、いかがでしょう。 今の勢い考えたらもちろん注目の一投ですし逃げなくても勝ってますからもちろん逃げてもいいんですけどどうですかねただまあ逃げても注目ですし逃げられなくても注目だし注目ですね <laughs> そうですね注目ですよもちろん <laughs> <だ>そうなんですよね逃げるってことはないと思います逃げなくてもいい要はダートグレードを意識させるために 地元のメンバー同士だとどうしたってスローになるから自ら厳しいペースをこう貸しながら逃げるっていう競馬をしてきたっていう考え方ができるのでダートグレードだから逃げるとかはないと思うんですよね。なるほど。やっぱりメンバーとかペースが全然違うわけで、そうですよね。このだって前半の三半の取らないけど、まあ、前回姫路ですけど、東京大賞店のペースを考えたら、雲霊の差ですからね。 だからクリンチャーが僕は行くと思うんですけど。じゃあ人気は逃げないということで、まあ、逃げなくても大丈夫なのまですしね。いや、だからマークをしてついていけるかだと思います、はい、去年も勝負どころで置かれてるんで。う,でねうん、うん、そうですね、はい。そしてアナザートルースにも皆さんの印が入っていますけれども、こちら、古谷さん、一言いただければと思います。名古屋大商店っていうことで言えば、2019年3着なんですが、 名古屋グランプリの出走もあって、この名古屋コースっていうのはもう経験豊富ということは言えるんですけど、ただ、いずれもやや重で3着だったんですけど、名古屋って同じ東海の笠松と比べたときに、同じ1400メートルでも2秒ぐらい時計がかかると言われているコースなんですよね。だから、アナダトゥルースにとっては軽いダートの方がいいっていうのは、陣営も常に言ってることですし、 まあ中央のやはり、時計の出やすいダートの方が走りがいい。で、地方のダートだと、どちらかというと湿ったダートの方がいいっていうことを考えたときに、今週ずっと天気予報なんですよね。そのあたりで、まあ、もちろんチャンピオンズカップの走り考えても、軽視はできないですけど、勝ち切るかどうかっていう部分は、やっぱり、半信半疑な部分があったので、白三角にとどめました。はい、ありがとうございます。 では買い目の発表に行きたいと思いますまずは古谷さんからお願いしますこのメンバーですから当然買いは絞らなきゃいけないということもあるので3連単はクリンチャー1着対抗黒三角を2着固定という形とクリンチャーが勝てなかった時用に本命対抗の二等軸で3連服この2パターンでまあ、両方うまく当たる可能性もあるという買い方をしたいと思いますはいマリナルさんお願いします はい。私もちょっとこれはどうやって絞ろうかと考えた結果、本命のアメリカンフェイス一着固定の三連単9点と、アメリカンフェイス一等軸で相手印の4等っていう三連服を買いたいと思います。三連服については楽天競馬の資金配分機能を使って買おうと思います。はい。私の買い目はこちらです。 三連単二軸マルチにしました本命対抗のクリンチャーと KI パープルから印の馬に18点で買いたいと思います。はいぜひ皆さん参考にしてみてください。嬉しいがたまる楽天競馬ではここで楽天競馬からのお知らせです。 第45回名古屋大賞典は楽天ポイント10%還元対象レースです。エントリーしてお得にお楽しみください。そして、名古屋大賞典を3000円以上、購入された方を対象に抽選で5名様に第45回名古屋大賞典パーカーをプレゼントいたします。こちらのエントリーもお忘れないようお願いいたします。 また3月のダートグレード競争と南関東重賞を対象に3つ以上のレースを各500円以上合計1500円以上購入で現金1万円が当たるキャンペーンも行っております。その他お得なキャンペーン盛りだくさんですので詳しくは楽天競馬ホームページのお得情報からご確認ください。 さらに名古屋大商店翌日の3月11日は名古屋競馬場移転前最後の開催日ということで楽天競馬では当日1レースから最終の12レースまでまるっと1日楽天競馬ライブをします。はい。 私たちポームスやフリアさんはもちろんゲストにはお笑い芸人のザブングル加藤さんなどえ名古屋にゆかりのある方々をお招きして今の現名古屋競馬場のクライマックスを盛り上げていきます。こちらもぜひご覧ください。また楽天競馬公式ツイッターでは番組に関するご意見やご感想を受け付けております。皆様お気軽にメッセージをお待ちしております。 最後に次回のダートグレード競争予想討論会は3月16日水曜日に高知競馬場で行われます黒船賞を予想していきます。皆様こちらもぜひご覧ください、はいはということで今の名古屋競馬場のフィナーレ当日には私たち一緒に1レースから12レースまでまるっと楽天競馬ライブしますのでぜひ皆様遊びに来ていただければ嬉しいです。 ま七十三年の幕を閉じるわけですけれどもちょっと寂しい気持ちもありますがまあ、最後ねしんみりするよりもみんなで楽しんでいけたらなと思いますので皆様ぜひ一緒に盛り上がりましょうではトリアさんお時間のようです楽天競馬で全国制覇いざ名古屋大商店へ投票オン<ー>ありがとうございました どんな場所からででも投票はできるどんな瞬間でも投票はできるその向こうに頑張っている誰かがいるこの投票の先に広がる世界たくさんのみんな,んのみんなこの投票が頑張る誰かとつながっている どこかとつながっている届け私のこの一票つながれ地方競馬いつもどんな時にもみんなの熱くなれる環境づくりを考えていく楽天競馬